見に来てくれてありがとう。歯科技講師のタカポンです。今日もなんだ、歯科技講師 YouTuber 紹介だ。こないだな、あの YouTube 見てたら、知ってる顔があの一覧の中に出てたんだよ。それがあの多分みんな知ってるやつだと思うんだけど、あのなんだ、侍技工士、侍、ほらあの何年か前にあの歯科技工の本であの海外で活躍してるあの日本人歯科技工士、それのなんか雑誌が出た時あんだけど、そんなの一人だ。それは今なんか名前伏せでな、あの京都で仕事してるみてえなんだけど、びっくりだよ。今ジャイアンって言ってるらしいな。そのジャイアンがいたから、俺もなんか技工士の友達が、知り合いがすげえ増えたんだよ。そのジャイアンすげえよ。なんかすげえ行動力があるんだよ。その YouTube はなんだ、なんか歯科医院で毎日一人のスタッフが担当してあの YouTube やってんだわ。だからまあ正直何のチャンネルだかさっぱりわかんねえようなチャンネルだ。一人一人がすげえバラバラだからな。だから人はな700人ぐらいで結構多いんだけど、そんでそのジャイアンは火曜日担当してんだ。でもあれな、やってることはなんか結構バラバラだな。たまに技師の話題出したと思ったらゲームだったりとかな。そういうなんか一貫性はねえな。そんで水曜日に定期的にライブやってんだよ。水曜日の8時から、団子ちゃんっていう太った女の子と、太ったねえな、ぽっちゃり系って言った方がいいのか、ぽっちゃりでもダメか。なんかそういうふくよかな女性と、そのジャイアンが定期的にライブしてんだよ。だからそれな、ジャイアンが本気出したら YouTube、 歯科技工 YouTube もな活発になっと。ほら一番先にやった中川 D とそのジャイアンと俺がな手組んでコラボでもしたら、なんかよりなんじゃねえのか、歯科技工 YouTube 業界が、業界だからなんだか分かんねえけどね。だから、それ見に行った方がいいよ。ジャイアンすげえよな。何やってんだかな。ジャイアンあれだぞ。関西弁喋ってた。すげえよな関西弁。ジャイアンってあれ千葉だか茨城だかそっちの方の人だべ。関西弁でなんでやねんみてえなこと言ってんだぞ。俺だってな、寝屋川に住んでた時あったけどな、喋り方このまんまだかんな、これは関西弁っていうのか、俺は入ってねえよな。そういうことでジャイアン見つけたんだ、ジャイアンな。これリンク貼っとくから、これ見に行ってな。本名は喋っちゃダメらしいな。あとなんかマスカラ
なんか顔もなんか全部出しちゃいけねえみたいな感じだな。マスク？メガネしてんの？なんか そこは隠してるみたいだぞ。まあ隠しててもな、あの若っから、侍ぎこしな、侍ぎこし、なそういうの行ったら見に行くといいよ、なおじゃな。